おはようございます。塚原農園です。今日は農家が作る家庭菜園に来てます。これ秋ジゃガを収穫したのが10日か1週間ぐらい前なんですがこちら3品種を育ててきました。これ2品種が終わりました。ここ空いているので今日は小松菜とほうれん草を種をまきたいと思います。で、さらに今日はもうね、元ごも入れちゃいましょうと。しかも系粉、石灰だけ、肥料、かまあ化成肥料もちょこっと入れますけど味付け程度 ま化成肥料がやっぱ高いのでここのところ私の動画でねそういったキーワードのタイトルがよく出ると思うんですけれどもやっぱ農家としても痛いのでなんとかして少ない肥料でコスト削減で上手にやっていこうかなと思って皆様と情報共有していければなと思ってます。あとこちら出島ままだ掘っってないんででですすすが下がれししたたた、ね、ごく寒かったですね大島でした これはなんで掘っていないのかってこれ少し遅かったんですね同じ品種を3つ同時に種、ね、植え付けをしたんですけれども出島だけいまいち、ね、大きさが乗らなかったので霜が降りて霜がれる寸前まで置いておいたらどこまで成長するかなとたった10日ぐらいの差なんですがこれもちょっとね掘って大きくなった成長具合ね見せていきたいと思います。いやめちゃくちゃゃくく大きく育ったもものでもね、 霜に当たると一晩でこうしもげちゃうわけですよね植物っていうのは何かこうすごいですねでは、えー、こちら、えー、出島ですねちょっと掘ってみたいと思います思ったよりも出島今年は小さかったんですけれどもどうかなよしじゃ掘ってみましょうねよいしょ じゃがいも残している方はもうね、強い霜が降りてきているので、そろそろ掘った方がいいですね。はい、では掘ってみましょう。さてさて、どうかなうわすごいっす。やばいっす。見てください。出ましたよ。じゃあ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 。こんなに大きいっすよ。両手サイズ。手のひらに乗っかるかな私の手のひらと同じぐらい。 十、横幅15センチ。これ、18センチぐらいありますね。ああ、10日ぐらい置くだけで、じゃがいもってこんなに違うんですね。すごいな。これ、ちなみに品種は出島なので、他はどうかわかりません。すごい。おおいや、置いといてよかったです。これはちょっとで、<laughs> すごい。これ、種芋超えちゃったね。頑張ったね。これ、種芋かなこれ、種芋ですね。 いやー大きいあと根切り虫をねなんか結構あの悩まされてる方がいらっしゃいますね根切り虫はねあの米ぬかを入れるとどうたらってありますけど特に根切りを入れたから増えるんじゃなくてもともとね入れても入れなくても入れるところはいますからねでかいうわすごいなあの根切り虫は未熟のものを入れたりしてるとね よくね、増えると言われてますけどあのいるとこはい、いるしいないとこはいないんですどれだけそういったものを入れてもよそ、ね、から飛んでいっぱい来るわけではないんです、ね、いるとこといないとことありますまあ対策なんかね今後動画にしていきますいやー大きいぞこれすごいねびっくりえーまあ、じゃがいもは1回ぐらいねこう軽く霜が降りて上の葉っぱがしもげたぐらいでは っってて土のの中に眠ってるので、最初こうやってわさっと茂っているのでこれが霜ガードしているので大丈夫ですただいっぱい作っている方は間に合わないので少しずつやっぱね霜が本格的な霜が降りる前にはやっぱ掘った方がいいですねすごい全部大きいで肌がすごく綺麗ですねいや出島はやっぱりすごいわうわ全部大きいですね まあこんな感じで収穫をましましたとこういった畑が開くわけですよねでもったいないとうーん次夏野菜きゅうりかなかぼちゃかなトマトかなそれまでにはまだまだ早いですよねでここで無理してやらないでまあ少しね開けるっていうのも一つの方法ですけどもし私がこれね本当に農家やらないで ただの家庭菜園でね自分で自分の自宅で食べる分で楽しむのであればしかも少ない畑であればそこまで待ちませんやっぱりすぐ種まきますということで今回はねほうれん草と小松菜をやっちゃいましょうということですねいやこれすごいですゴロゴロどうですか秋ジャガですよ春ジャガもねいいですけど ハンルジャガが,がなかなか栽培が雨でえ難しい方は秋にやるっていうのもいいんじゃないですかいやーすごいこれはおったまげたうふふうわこれはすごいぞこれすごいぞうっかいでかいこれ今日一見せていきましょうこれすごい見てください ジャンボサイズ指が全然回らないっすよこれじゃがいも普通の3つ分ありますね重いなこれだけで 300g ぐらいありますねよっおしっかりしてるいやどんだけどれだけ取れたんだろう1株でちょっと測ってみますかいやいやこうやっていこうとこかな映ってますかここに置いときますよいしょおおゴロゴロ ゴロゴロしてるねおおんかもう小さいのがなくなりましたねおお大きいうわ土寄せしっかりしたので一段下の方も大きいのがなってますだいたい植え付けをしたのがこのぐらいの芋1個だったんですよねえー、すごいね おほほほでかーいうわ、すごい。皮がすごく柔らかいので優しくやらないと。おー、めくれちゃいますね。皮がめ、むけちゃいます。お、おろろ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 。おもし、おお、下の方がすごい。これだけ取れれば楽しいですね。いや、すごいな。もう終わりかな これだけ、これ1株で、えまあ、たじゃがいもを1つ、大体このぐらいの1つを植え付けをしたら、どのぐらい収穫量があったかということで、秋じゃがですね、出島。えー、見ていきましょう。もうほとんど大きいんですけど、<laughs> まあいったらこれ大きすぎて。平均っていうのがね、全部大きいという。 えー、じゃがいも一つを植えた場合1234567891011個でさらにこちらは種芋より2倍ぐらい大きいのでまあ最低でも1 0倍のじゃがいもが取れたじゃがいも1個を植え付けをした場合これだけのじゃがいもが収穫できたということどうでしょうかこれはちなみに牛糞堆肥を入れたんです うん、牛風堆肥を入れましたすごくいいね柔らかいすサラッサラですね見てみますかこんな感じサラッサラの土ですねうんやっぱ土作りはとっても大切ですねはい全部掘り上げましたいやたった2メートルの畝1本ですねじゃがいも7個 植え付けをしただけから収穫が取れたジャガイモは、じゃーんこんなにね、増えました。大豊作。これ、牛糞対肥大成功ですね。はい、ジャガイモの収穫が終わりました。今、畑に何もない状態です。最初に、完熟に発酵したフン 有機肥料を入れていきます。だいたい縦横二メートル四方のとても小さなとこなんですけれども、目安でだいたい五キロぐらい今回入れてきます。三、はい、分の一十五キロ袋で三分の一だけ。えー、まずはバケツ一杯ですね。はい、これが。 粒状なんですが、細流というとても細かな系譜になってます。普通の系譜とはまた違いますね。 これ完熟にも発酵も終わってますのでこれを入れても声焼けがしないんですよねただ匂いのきついもの例えば巻いていてすごい強烈な景粉の匂いするものは巻いた後それも使えますけれどもそういったものを使う時は少し日数を長めに開けるといいですねあだい大体目安なんですけど今5キロぐらいと言いましたが バケツ少し余りましただいたい重さで1キロぐらいあるので縦横 2m ずつ2平米で 4kg ぐらいですね今京粉を巻いた状態ですはい京、えー、粉が、えー、巻き終わりました次は、えー、黒石灰を薄く巻いていきますはいこちらですほんの少しですね 縦横二平米、まあ、1メートルに換算するとほんの軽く一つかみもうほんと少しですねだ十2 0ムぐらいじゃないでしょうかねこれをパラパラパラと薄く振っておきます今回の完熟発酵系粉なんですが卵を取るために育ててきたニワトリから出た粉乳になりますカルシウムがすごく 豊富に含まれてますのでそんなに石灰は入れなくても大丈夫です、はいえー、続きまして、えー、こちら化成肥料です今までは縦 1m 横 1m1 平米に対して一つ紙をね 50g という量だったんですけども、えー、今回はその半分以下まあ 20g ぐらいを巻いていきます 窒素とリン酸のカリが888というオール8号、すごく穏やかでねすごく弱いタイプの化成肥料になりますこれは味付け程度ですねもうほんの少しですねこのぐらいしかないですこれを1メートルに対してほんの少しもうこのぐらいですね 肥料が入っているかどうかなと思われるぐらいですはい、えー、巻き終わりましたら、えー、今度はスコップまた、うん、ちょっと量が多い方は管理器などを使っていただいてほんの少しでいいのでスコップ1つ分、まあ、深さで大体3 0ンチぐらい耕していきましょう下と上をひっくり返す天地返しもうこのぐらいで大丈夫です じゃがいもを掘る時点で意外ともうね土が柔らかくなっていますのでそんな深くやる必要はないと思います柔らかいすごいですねいろいろなね土づくりをしてきました牛糞堆肥を使ってやりましたので土が柔らかいです でだ,だんだん仕上がってきた頃になってから、まあ、鶏粉などを使っていただくと、まあ、これが少ない肥料でも効率よく肥料が吸収できる。うん、野菜から肥料が吸収できるような、ね、土になるということですね。で、この鶏粉にも、対比的な効果を狙って、土をまたさらに柔らかくしてくれるということ。 一番初めから私は景糞を使ってきたわけではなくて、米ぬかを使ったり、牛糞を使ったり、また金体資材などを使ったりして、だん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 仕上がってきたところで景糞を使うと。その年に応じて、今年はこういうふうにやっていこうかなとか、いろいろと変えてるわけです。 柔らかい柔らかい,いしょ全然力使わないですねスッと入ります、うん、広いところはトラクター、ね、中間は小型の管理機。 小さいところはスコップと、まあ、それぞれ用途に合わせてやってくださいはいこちらスコップを使って土を耕しましたよく混ぜ込むというよりもスコップをただ刺して下と上をひっくり返したような感じになります少しゴロッとしているところがありますね これ、あえてわざわとこのままにしておいてあるんです、えー、もう霜が降りるようになりましたね結構氷も張ってますそこで今掘り起こしたことによって少なからずと目には見えない害虫、土の中に潜んでいる卵がある場合がありますまた幼虫も生きているものもあります この方に眠っていた病害虫を生ませる発生させるような害虫の幼虫卵など霜に当てることによってこれで死滅させることができるんですね、まあ、密度を減らすということになりますもちろん農薬とかに頼ってやっているわけではありません でこのままの状態で、まあ、最低でも大体1週間ぐらい空けとくということですねそうするともうほとんどいなくなりますにに悩ままされれていいるる方こはは環境にはよる方もいます、えー、すごく森に面しているところ竹やぶのすぐそば森のそばまた川のそばなどでとってもとってもしょうがないという方も 一応こううややってやってていただくだくけででも全然違うんですね。これからの時期はその成虫、まあ、幼虫というものはいずれね蝶々になって飛んでいく飛んできたり飛んでくるわけなんですけれども今はもう寒いので飛んんで成虫はいませんよねで。もしそのような例えば根切りなどがいる場合だとしたらもうここだけしかいないわけなのでだったらここに今後1週間後に種をまくまでに霜にさらして。 どん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 と、うん、まあ投資させてしまえばいいわけです。で他に普通の一般的なよくある畑などで、えー、まあ根切、ね、りが多い方はどうでしょうかいらっしゃいますかちなみに私のこの畑には根切、ね、り虫にかじられたとか、まあ、例えば秋に蒔いた大根小松菜ほうれん草などの 発芽したばかりのものとかが根切り虫にスパッと切られたように食べられたっていうことは一度もありませんやっぱりこうやって霜が降りる季節は耕しておくということをしてきたからなんですね、えー、ここで一般的な畑でそのような被害がある方はもう少し気持ちちょっと大変かもしれませんが少しずつでいいので畑をこのように掘り起こしたままの状態で 冷たい冷気が下の方に隙間を通っていくようにここで、うん、平らにならさないで1週間ぐらいねやってみてくださいまあ結構多い方は1週間経ったらもう一度荒くもう一度ひっくり返すでそれでまた霜に当てることを23日やっていただくまあ合計で10日間やっていただければこれ全然違うと思います。 ということで、今日は秋ジャガを収穫をしました。いや、大成功ですね。で、収穫をした後にすぐにここに系粉などね、駆動石灰とほんの少しの完成肥料をまいて、耕してまあ、土作りをしたわけです。でこれ元小ももうすでに入ってます。もう1週間後には表面を平らにならして、あとは種をまいてで、あとは必要に応じて寒いければ、 うーん上にトンネルビニールなどをかぶせていただければこれはおいしいほうれん草小松菜などが刃物が2月3月になって収穫ができるということですね。でゴールデンウィークなどの、うん、最盛期でねとてもおいしい夏野菜などを栽培するまで、ね、間に合わせられることができると思います。えー、系譜に使ったやり方ということで系譜も追肥に使えるんですね。 うん、とても効果的です、うん、カルシウムも補給できるリン酸も補給できるえ他にも酸要素のほか微量要素窒素リン酸カリのほかほんのわずかに必要なものも、うん、含まれていますのでこれを一気に大量に与えるのではなくて毎年ほんの少しでもいいので追肥とか元小屋で入れていけば土作りをしつつそして野菜が元気に育つのに必要な栄養も補給させています。 立派な野菜ができるということとなので,でとても安いコストも安い京粉は200円ぐらいで買えるということでたくさん入ってますね。